ここは、種村雄才が執筆した少女漫画である。月刊少女漫画雑誌、リボンで2000年9月号から2001年9月号まで連載。全13話。単行本は全3巻。神風回答、ジャンルの連載終了後わずか2ヶ月で開始された。この連載は、作者自身が中学時代から温めていた作品で、 その時期にはすでにキャラクターなども出来上がっていたようである。しかし、様々な要因から作者の納得する作品を作ることができず、この連載を打ち切りとすることを作者本人が決定した。このため連載の終盤に登場する人物の紹介、能力や性格の描写がほとんど削られている。時は30世紀。地球国第一王女主神教委員師へは、 16年間眠ったままの双子の妹、憂いを目覚めさせるため、ボディーガードである神逆滝、神氷付きと共に12人の異邦人を探すこととなった。響きル自身は時を操る時空異邦人、逆滝は推奨異邦人であることが発覚。残り10人のうち9人は、それぞれの種族の族長であった。そして、最後の1人は、目覚めの儀式が始まるとき、 響き西への意外な正体が明らかとなる。声優は、リボン2001年11月号の応募者全員、サービス企画でリリースされたオリジナルアニメビデオ、時空違法人京子ちょこらにお任せ、のもの。2001年8月2日に開催された、リボンを楽しみ、アニメ祭り2001で上映するために、短編アニメが作られた。タイトルは、時空違法人京子ちょこらにお任せ。 リボン2001年11月号の応募者全員サービス企画でグッドモーニングコールの短編アニメも同時収録されたオリジナルアニメビデオが登場した時空法人京子チョコラにお任せに関するカテゴリーありがとうございます